オッケー皆さんこんばんは AKBOT とチームイケル島県代表ののんのこと熊本ヤンですよろしくお願いしますえ食べまして夜ご飯。今日の夜ごはんは豚汁ブリのお魚なんか 唐揚げの卵の卵やつご飯でしたなんか唐揚げがなんかママがねカツカツカツヒレカツかヒレカツを作ってくれてでそれのなんかうん卵のなんか。 やつ <laughs> 名前わからんですブリ美味しいよねめブリめっちゃ好きなのやんのわかるブリのてりやき焼きてりやきや焼き焼きてりやき焼き焼きてりやき味てりやき味ちょっとわかんない <laughs> あーーちゃんハートありがとうございますハートありがとうまだ肌白くなった本当と売れっぴーは売れぴーはいや今度顔なくないからよろしく今度ね8月3日に顔なくしてくるから <laughs> 顔なくしてくるからなんかなんだろうこう近づいたらさクマじゃない涙袋なんですよ みたいいじゃないこうやったら近づいてこうかな顔なくしてくるから本当だよ本当だから顔がちっちゃくなってなくなっちゃうのもうこんな。

前髪切ったって言ったらやんのかって言ってくる <laughs> 学校で言われたらやんのかって喧嘩売るから怠慢マンやるから教頭でも教頭でもやんのかっていう <laughs> 部屋に飾っとくねその顔よろしくマネキンにぶっ刺しといてこの顔をひやんちゃん前あのやらちゃんは 針をブスブスこうやって刺してくるから、先端恐怖症の女の子が針刺してみた。<laughs> 顔なくなるから待っててね。高橋、高橋さん眉毛可愛いね。えー、本当ですか？高橋嬉しいです。えどのぐらい可愛いですか？てやるわ。偉い人には媚びを売る。<laughs> そうやって。 ヒアラのヒアラのヒアラのばあちゃんがいてたこばさんハートありがとうございますハートありがとうアイちゃんもバラありがとうありがとうございますちょ <laughs> っと待ね寒 さっき冷房ピーってつけたのでもう寒くなってきたのでと,とりあえず冷房を消しますわ消きましたパーン小さんありがとうございますあだすありがとうね皆さん楽しかった四連休も今日でおしまいですね今日はずっと冬眠してました学校学校でじゃないわお家で なんか今日の朝から朝からねパパとママと弟が、あのー、サッカー行ってたんですよだから平ちゃんおひとりぼっちでお留守番をしてたんですけど、あのー、今日の平野の一日聞く今日の私の一日一日を話したいと思いますピンポーンまず明日、あのー、ママがじゃあ平野ちゃん行ってくるからね ご飯用意してるから食べなさいよって言われてでガチャって玄関の音が聞こえました聞こえてやんちゃんトイレ行きたかったからあのガチャって聞こえたと同時ぐらいにトイレに行きましたそれが何時だったかなちょっと忘れたんですけどでもう下降りてきちゃったから下降りてきちゃったからもうご飯食べちゃおうと思ってでご飯食べたんですよあの えっとそうご飯食べてで,で洗い物もしないといけないけど今はめんどくさいからとりあえずお風呂入ってこようと思ってお風呂入ってちゃんとケアして歯磨きしてで、そのパックしてる間にあの洗い物をしたんですよなんか1人そ,れそれでさ1人暮らしみたいだなと思ってさルンルンしながら髪の毛をブーンしてでえっと。 歯磨きして、えうん、歯磨きして、で、お布団に潜って、ネイボーピーってつけて、お布団に潜ったちょうどぐらいに友達から電話かかってきて、テレビ電話だったからどうしたんかなと思ったら、どうした、学校に泊まっちゃったんですよ。で、エイチちゃんから電話かかってきて、どうしたのって言ったら、暇だろうなと思って電話かかってきたって、電話かけたよって言われて、あママたちが出かけたの12時だから、部屋の12時ぐらいに起きました。 今日はでえっとその電話テレビ電話をしながら「今暇,暇だったからいいよ」って言ってでなんか「何してんの?」って言ったらなんかあのその子寮なんですけどその寮の同じ部屋の4人ぐらいでなんかチーズボールを作ってるみたいなことを実況されて部屋のはでも朝ごはん食べたあとだったから。 何も美味しそうだなとも思わず「よかったね」って言いながら実況を聞いててで「じゃあ食べるからバイバイ」って言われて「おおバイバイ」って言ってでその後に第五人格してでひたすら第五人格して「飽きたな」と思ってそういえばもう夜じゃんと思って「あの冬眠します」って言って寝た。<laughs> 以上です今日の一日は。でママたちが帰ってきてき 起きあのママに起こされて下行ってママとパパに「あママとパパじゃんひやのちゃんを一りぼっちに置いてった」とか言ってで夜ご飯食べてでもう一回第五人格してショールームしてます <laughs> こんな感じかなひやのちゃんの今日の一日今日のひやのちゃんの一日ですお昼ご飯も食べたよ お昼ごはんはフルーツサンドを食べましたフルーツサンドのなんかうん、えっと神戸のフルーツサンドっていうやつをママが買ってきてていちごのフルーツサンドが2個とフルーツのフルーツのサンドが1個とチョコバナナのフルーツサンドが1個あったからチョコバナナのやつ苦手だったからチョコバナナだけを残してあとの3つを食べました美味しかったです で皆さんにご報告がありますご報告がございます。なんとですねヘアちゃん新記録を更新しました。新記録。今まで1日1回ぐらいは LINE 開いてたんですけど今日は今日はそのご飯食べなさいよっていうママの LINE を見てからその見てからね特に LINE を開いてません <laughs>。 電話かかってきたのちゃ,ちゃんと受けたけど <laughs> 外からの外からのネットワークを遮断,遮断してましただからひなのちゃんはもう LINE を見ません LINE <laughs> を見ない宣言 今日の星少ないそんなことないよちゃんと歩いてよ家の中でテクテクとだってかに1階が2階上がると2階が1階上がるのと下がるのとリビングからダイニング行くのとお風呂場に行くのと歩きましたどやあガラケーにしようかなあのもうガラケーにしちゃおうかちらそう大悟やってたからね LINE 来たから LINE の通知切ったしねヒヤノ <laughs> と思って <laughs> 今逃げてるじゃんこっちはと思いながらだからヒヤノちゃんは今日から今日から LINE を見ないです 家がそうそうそう家が東京ドームドーム5個分ぐらいの広さなのでたくさん歩きました今日は疲れた <laughs> でももう眠たいからひなちゃんは睡眠,力は睡眠力欲,は欲は無限大なのです睡眠力と食欲は無限愚欲は無限大なのです明日から学校だよでもなんかね終業式が終わったのにまた学校に行かないといけないということね どういういことなんですかでもなんか4時間か3時間か見まだ見てないんですけどそれぐらいだからまあがちょっと頑張ったら終わるんですけどよくまみれやんそれなせな今何がおい今何が今何が欲しいかっていうと服でしょ香水でしょ靴でしょコスメでしょ マックのパソコンでしょ ?AirPods プールでしょあと iPad でしょ ?iPad ねあと2台ぐらい欲しいんだ部屋の <laughs> 2台ぐらい欲しいんだとあとはあとは、うん、あコテ状の水印も欲しいでしょであとはなんかあの洋服入れる倉庫欲しい欲しい違うなんかそのあのその 自粛期間でお家にいてなんか授業単位が足りてないやつがあるんで,あるんですよだからそれでみんなで学校に行かないといけないんです月に今やってますよ頑張ってますよ!」あれいやどこ行ったんだっけ貯金箱。 あれ <laughs> あれどこ置いたんだっけんちゃん、えっと昨日貯金してこの中入れようと思ってどこに入れたんだ 一緒にどこに置いたかと思った。いや、あの、百万円です。百万円貯金箱です。<laughs> 今日使ってないよ。いや、あの、百万円貯金箱です。二十二歳までに、百万円貯めて、街をパタパタしながら歩いて。その後にスカイツリーに登って、スカイツリーの最上階から、ばらまきます。 それをユーチューブにあげます。<laughs> でで<ー>、撮ろうかな。いやダメだ、ダメだ。でも使っちゃおうかな。いやダメだ、ダメだ、ダメだ。<laughs> これちゃんとやっていくんですよ。ちゃんとね。ちゃんと、ちゃんとね。 その時は分かったその時はツイッターで言うわついに100万円22歳の7月ですついに100万円貯まったんでスカイツリーの最上階からバラまきますその前に街をパタパタしながら歩くので見に来てねって <laughs> 90日早い九え早くねえ昨日88やなかったあらら90日皆さんありがとうございます ありがとうございます俺はいつか1万円札のサバ1万円札のお風呂に入るんだ。部屋も入るんだ。バレたしちゃうね。しちゃうね。みんなパタパタしようね。一緒に。<laughs> おめでとう。ありがとう。高すぎてどこまで飛ぶか分からんやん。アメリカまで日本の札を。 バラバラします。一日一万貯金すれば九十万貯まってる。あね一日一万貯金したら三百六十五日あるから三百六十五万貯まるってこと？<laughs> リアルに百万とは何したい？えもう今今おも今買いたいと思ってるものを全部買う予定の。 貯金とかやのしないしない方なので、あの今欲しいと思っているもの、もうちょっとでも欲しいと思ったら買うよ。二回くらいから投げてほしい。もうじゃパサで終わりや。パサ。ダメや。パサ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 ってやるだ。二回から投げたらパサや。昔雑誌に一万円のお風呂に入ってる広告あった。なんでしたね。百万じ足りないでしょ。いやどうでしょうね。 そうかもしれないですね <laughs>。老後二千万必要なんだよ。いやの老後とかないもん。ちなみに今月の小遣い残ってる？ああうん、<laughs> 残ってるよ。残ってる残ってる。いやリアルなところ残いや残ってると思うんだよね。今月あまで遊びに行ったな。貯金箱部屋の貯金箱見る？ これヒアノのこれは小学校4年生の時に4年生の時になんかダンスの発表会クリスマス発表会の時になんかクリスマス発表会の時にあの プレゼントでサンタさんあのダンスの先生のサンタさんにもらってであのー、どっか行ってたんだけどこの前の大掃除の時に出てきて使ってるかわいい <laughs> これをこの中に入れてやってますかわいいかわいい <laughs> でもこれねほら見てやつ。 パカポカなんですよ本当はここに鍵がついてたんですけどちょっと鍵がどっか行ったので鍵をかけてないですヒアの貯金箱ですちゃんと入ってますここ貯金箱っていうか今月使ってオッケーのお金が入ってる今は何が入ってるの今月使ってオッケーなお金です使っちゃダメなのはその下の入れ物に入れてます偉いのでねヒアラちゃん お札入ってるな見せないですゃないで,すか <laughs> リアルで生々しいじゃないですかだから見せないですあと何円なんだろう使っていいお金ですかわかんない <laughs> 使っちゃダるってこと2万円はちゃんと下に入れてます秘密で秘密なので 500円ぐらいねそうねまあ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 いいじゃん <laughs> いいじゃん貯金箱は見せたからいいんですもういいんですまあ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  <laughs> いろんなお小遣いの金額がバレちゃうからダメで 仕方ができないので貯金ばかり貯まっていきますいいことじゃんいいことじゃないですか今の音が出 <laughs> ポーンって感じの音でしたね今のはね暑いなんか窓閉めてやれってさパパに言われたんだけどさ閉めたら閉めたでさ暑いんだよね開けていいかな窓開けちゃおう。開けちゃうよヒャノちゃんは 高2になってお小遣いアップしたんずっとこのままずうんそうですねあのおこうんお小遣いはもらえなくなりました高2になって高 1? 高 2? かなさあ皆さん耳を澄ませてみてください目を閉じて。 カエルさんがげこげこ言っています車の音も聞こえますね木がサワサワ言ってますカエルさん入ってきたらどうしよう <laughs> カエルさん入ってきたらどうしようカエルさん泣いてます今聞こえるピンピンって田んぼとかあるの田んぼはないですね近くに あとなんか違うゲコゲコじゃない虫も入れてます何があるですか何があるだろうねいやさ聞いてください聞いてもうさあの私がカエル嫌いになった原因があるんですまだ話したことないと思うこの話はあの小学校低学年の時にもう今でも覚えてるもうなんで嫌いなんで好きでなくなったのか 元かから好きじゃなかったんですけどああんまりあんままりりねでもそのあのー、ある日なんかある日ね小学校低学年ぐらいの時にあのー、坂道ダッシュをしてたんですよ夜,中夜ぐらい夜中じゃないか夜ぐらいに日が沈んでちょうど夏だったんですよね日が沈んで,でこの時期だったかなあの坂道ダッシュをしててで結構 結構な坂道で結構長いロングな坂道でで横が草だったんですよ草むらだったんですよねであのー、すごいゲコゲコ言ってたんですよなんでまたいや体力をつけたかったんですよ多分その時 <laughs> 今でも別に時々やるんですけど楽しいですよすごくなんか青春の味がしますまあ小学校低学年だから青春も何もないですけど <laughs> であのー パパにねついてきてもらってそのちょっと日が暮れてて危ないからさであのー、坂道ダッシュをしてたんですよそしたら違うな自主的じゃないんだよその時自主的じゃない全然自主的じゃなくてあのー、ママに怒られてたんだよえちょっどう待ってどうだっけママに怒られててなんかママに怒られててでなんか坂道ダッシュをしたり。 しうん、あの反省の色を示すために坂道ダッシュをするみたいなそうそうそうそれだそ,それだそれだ,それだ反省の色を示すために坂道ダッシュをねするってなってそしたら許してもらえるみたいな感じになってでパパ日が暮れてたからあのパパをねパパを連れてきてもらって坂道ダッシュをしてたんですよであの何本か走ってもうゲコゲコ聞こえるわけですね ゲコゲコ聞こえててで何本目かで急にピョンピョンってね顔にここ,こ,こぐらいになんか感触がピタンみたいな感触があってもうもう今でもドライバー撮ってきてヤバいヤバいドライバー撮ってきたもうピョンってあのカエルさんがあの乗ってきて本当に本当に乗ってきてもうギャーって叫んで部屋のちゃん。 じゃあもうバブちゃんですよそんな小学校低学年なんてもう顔そっ顔にピョンってちっちゃかったの部屋のすごく小学校だから頭じゃないよ体でもないよここでピンポイントでピョンって乗ってきてもうひアのちゃんはすごくあのカエ,さんがカエロさんが大嫌いですね今でもですよ忘れられないもう許せねい <laughs> 許せないよ そうなんですもうそれのそのカエルさんはね今どうしてるか分かんないですけど一生恨みます顔がか,かわいかったじゃないよかわいかったじゃないよもうねびっくりした部屋のもう泣き叫んだから部屋のもうママに怒られててさてでさえ悲しかったのにさその上カエルさんが部屋のほっぺにビョンって飛んできたからもっと悲しくて泣内でよウェンウェンウ泣きましたババちゃんだよだって低学年だよ小学校の。 バブバブ言ってますよ言ってるかは知らんけど <laughs> びっくりしてほんとありますねだから虫先輩無理なんですアリさんも無理なんですよねあのちっちゃい虫さんとかでも無理ですねなんで無理なのって聞かれたら分かんないんですけど <laughs> いやだったのもうねもうがむしゃらに首を振った にに首を振ってがむしゃらに走って走そしたらいつの間にか取れてた <laughs> 振りほどけたのかもしれないけど取れとたってきたやべよくは今え皆さんさその親にさ怒られたらどうしてましたかの結構結構小学校の時中学校小中結構最近全然怒られたことはないんですけどまあ平田が。 遊,び遊んでて夜遅くに帰ってきたとかなのちょっとママ、まあ、ちょっと怒るけどでもすごい許してくれるよちゃんとそう外行ってたかなどうしてだ皆さんけどさ割とさ割と小中のさ時まマジで怒られてて本当に超怒られててなんか言われた言葉 <laughs> 優等生なんだよられたこと絶対ないよ <laughs> 絶対ない <laughs>。 部屋に閉じいや部屋に閉じこもっててもさママ来るもんこういう子まで。けど外に逃げたえ割とさなんかあの小学校の時とかは「出て行きなさい」みたいな言われるじゃん。出て行きなさいって言われない言われるよね言われるじゃん言われるよねであのー、最近中 3? 中3ぐらいから「出て行きなさい」って言われたら本当に出て行ってたんですよ <laughs>。 本当に出てってでマジであのマジで本当に出てって1泊とか普通2泊とか1泊か1泊ぐらい2泊ぐらいまず家出て友達ん家行ってでめっちゃ朝に帰ってあの、お風呂とか入って着替えてでまた出てって友達ん家行ってみたいな。 やつ。繰り返してて。で。本当に出てって、あの、もうママ出て行ってって言わなくなりました <laughs>。もう、で、や、寝か、寝めとかは、あの、怖いから、いけないんですけど。友達に言ってました。反抗期です。中、中学生、中、中三中、中三高一ですね <laughs>。それだけ最近出て行けと、ママ言わないですね。本当に出て行っちゃうから。だってね。 だってね出て行けって言われたらねもう出て行けよね <laughs> そうですねあとなあと何言われたあと何て言ったかなこいつだけでこいつがね本当始まったぐらい本当に始まったぐらいですよあのこいつの4月5月ぐらいかな <laughs> 本当に出て行った <laughs> <laughs> レッスンでおら出てきてようのでもさあエイトのさレッスンとかそんな先生が怒るようなことないんですけどあのスクール時代の時にあのスクール時代の時にあのエコラジ言っていいんかなもう一回言って別にそんな関係ないしあのえだってさ帰るって言われてさもうレッスンいやレッスン参加しますって言ってもさ「いや帰れみたいに言うじゃんかってことはもう帰るってことじゃん帰るってことじゃないですかだから 私ね一回ねマジで先生と揉めちゃって <laughs> 揉めちゃってあの「もういいです」みたいな「もういいですあなたは帰ってください」みたいな言われてあの <laughs> マイチで帰ろうとしましたねであのドアバーンって閉めて <laughs> ドアバーンって閉めてであの帰ろうとしたら 先生ガチで帰ろうとしたからあの先生が引き止めに来ましたありますねひよちゃん反抗期だったんです絶対ひの方が合ってたと思ってさその時その時今も思ってるけどその時はね絶対ひの方が合ってると思ってでもまあ先生にもね今考えたら先生にもなんか考えがあったのかなと思うんですけどその時のひよちゃんはね何も考えませんから <laughs> 何も考えんあれもう絶対嫌がってるっていうことしか思ってなくてもうマジで帰ろうとしてます <laughs> でしょあとママに怒られた何言われたの皆さん中学校の頃に帰ると言われて帰ったら家まで来た先生がいたわ ありますねありまますねあまり怒ることしなかったひやのもそんなひやのもそんなあの怒られるようなことはしませんよそりゃしないんですけどいやど,どうしてもやっぱねあのお子ちゃまですからひやおちゃん <laughs> お,こお子ちゃまですからそうですよ 彼先生は生徒の成長のことを考えてないただ言われたいだけ。けどさ小学校4年生の時にもう本当に私あんまり苦手な人苦手な人というか嫌いな人いないんですよ本当に本当にいないんですけどマジで小4の時のあの担任の先生だけ本当にどう考えても好きになれなかった人がいて。 もうね、毎日のようにねなんかそう一方的に怒られるの今考えてもすごい理不尽だったなと思うんですけどめちゃめちゃ一方的に怒られて怒られたっていうかなんて言うんだろうけなされてためっちゃけなされててその先生があの三尺孔の時にね <laughs> 三尺孔の時にあのうちのママに「こんなに残念なお子さんは初めてです」みたいな。 言われてこの先生ではの多分好きになれないなと思いました。やばくないやばくないそんなこんなにいい子なのにさそうなんですよこんなに残念な子は初めてですみたいな <laughs> でさあのそ,れそこでもひどいじゃんかそんなそういう時でもひどいじゃんかでなんかその時になんか廊下もう今でも覚えてる廊下で。 コツコツコツ聞こえたんですよそしたら「あらいけない校長先生かしら」みたいなバーっと走っていっちゃってえみたいなびっくりすると思ってうふふは本ほんとにもういろいろあったけど何,か何,本当何もしないの何もしてないけど多分その学級委員になったのが気に入らなかったのかな部屋のが <laughs> びっくりすよ本当。先生は自分 <laughs> 先生は自分が偉ないと思ってすごいから、それはいい先生もたくさんいらっしゃるんですけどね。もう本当小四の時の先生だけは本当に本当どうどう頑張っても好きになれなかったです。でもう本当そのその人ぐらいかなピアノがああこの人とはもう無理だなぁと思えたのは。<laughs> まあでもね、その先生のおかげでや野ちゃんはあのや野ちゃんはうまく回避することを覚えました今の高校はいい先生が多いのほんとだよねもうほんとだよねもう恵まれてるよね、ほんとや野ちゃんって高校マジでいい先生しかいないからねババカにしてくる先生いるけどまあ D ゲームはねもう一回やりましょうねみたいな先生いるけどそれ抜けたらね <laughs> いい先生ばっかだよねマジで会社にもいっぱいいるでいそうだわーなんかいそうだわーいい将来不安みんな守ってね平野ちゃんが悲しそうな顔してたらフフんだよこんなに素直でいい子に育ちましたよ全員ってのは難しいからでも自分がさ自分がいい子だったらさ割と周りもいい子じゃん そうですよ。相手のペースに飲まれなければいいんです。なんで小4の時それができなかったんだろうな平野ちゃんは。今の性格のまんまで今のの性格のまんまでもう一回小4やったらうまくできる気がするうまく回避できる気がするああはいはいはいって言,われ言えそう <laughs> 一時言い返さなそう。 ひよちゃん我慢しそう。我慢しそう我慢っていうかまあ嫌いな人には何も感じませんよね。ひよおちゃんが考えるいい子の定義を教えてください。えー、っとひよちゃんみたいな子です。<laughs> ひよちゃんみたいな子です。ひよちゃんみたいな人の悪口を言わなくてうーん人の気持ちを考えられて誰とでも仲良くできてって感じかなって感じかな。<laughs> って感じかな

いい子のところですかね <laughs> 言ったもん <laughs> マジ超笑ってたよ確かに言って言いながら爆笑してた <laughs> いい子で優しい性格のところですかねっつったねめっちゃ爆笑してました <laughs> ソフトでできるの偉いまあ本当のことなのでこんばんはこんばんはへやちゃんのヘアちゃんですまあ、マリカそれマリカも得意だしね運転得意だしマリカのなんかバナナとかめっちゃ投げるのうまいしコーラあのコーラ投げるの超重いんだけどあの赤青コーラってさピョンゃ投げたらさ1位の時バーンっていくじゃんかでもオレンジコーラってあの ちゃんと狙って打たないと。どっか行くんでしょう、バーンって。どっか行くんですけど。私マジうまいんですよね、コーラーてんの。<laughs> コーラーてんの、マジうまいんだよね。あ。ケントレーズハートありがとうございます。ハートありがとう。<laughs> いいか、バラ投げ、確かに。確かに、いいか、バラ投げないわ。 マジプロなんだよね甲羅投げるの超うまいからねの <laughs> そうだよなんかやっぱ会社とかにもな馬が合わない人いるよねそういう時皆さんどうするんですかちゃんと言うこと聞くの <laughs> 絶対自分の方が正しいし周りも絶対の方がた自分の方が正しいって思ってるけど思ってるけどちゃんと言うこと聞くんですかやっぱ社会人としてやっぱ聞かないといけないんだよねそうだよねみるね皆さんお疲れ様ですいつも聞かない聞かんのがいい <laughs> 聞かんのかい,い るだけ投げちゃうもうその時は無視できたら無視するわ意見は聞くけど受賞者車なんてとりあえず聞くでもなんかあんま関わりたくないですからねそういう人ってだって関わったら自分もなんか性格悪くなっちゃいそうじゃん <laughs> 本当にだから性格ってなんて言うんだろう極力関わらないよね今も 友好関係とかやっぱどうしてもさどうしても例えば悪口言う人だったりとかいるわけじゃないですかいるっしょ皆さん周りにも <laughs> いるっしょ家の周りにももちろんいるし本当に極力関わらないですお寿司も投げる投げちゃおう <laughs> ボールとか投げちゃおうパーンって。 そうそうそう何も,何も思わなければ何も思わなければ何も多分ね何も思わなければ楽っしょわかんないけどひんちゃんも気をつけよう社会人になってなんかどっかの会社で働くようになったら <laughs> ドキューン成敗 さらっと、そうそう,そう大事ですさらっと流せる術っとあのー、いいことしか入れない耳を持ちましょう <laughs> いいことしか入れない耳を持とうみんなでひゃゃんどんな職業やってみたい秘書秘書かえー、っと本当にやってみたのは秘書かなでも楽しそうじゃないなんか秘書秘書か あとでもな何だろうな看護師さんとかもやりたい本気言っもう本気本気 <laughs> です分かんないよねあのあの大学で何を学ぶ学ぶかによるよね今その時期なんですよ助けてみんな本当助けてください今 その。今ね、学ぶ、その何を、どこ、どうしますか、進路みたいな時期なんです。高二の今の時期から。どうしよう、助けて。何か、あの。何か。大学を決めてから、何かじゃなく、何かを決めてから、大学を決めるじゃないですか。 難しいんですよねなんかさ先生がさあのー、とりあえずこの「か」は言っといた方がいいと思うよみたいなとこがさなんか頭良さそうな「科なんですよ頭良さそうな「科なんですよねだからさそこは頭いいですよね絶対と思って <laughs> いやちょ頭悪いですよと思いながらそれ大事ね大丈夫確かにトル人っなりますいいか 大学入ってからでもいろいろ選択肢ある本当に？そうなの？法学部、法学部、まあまあまあいいじゃないですか <laughs> いいじゃないですか <laughs> その学科は。医学部まあ医学部は絶対無理だよなヘロちゃんだって血無理だもんグロいのいけるけど血は無理。 <laughs> 総合大学か専門専科の違いもあるかなだから専門とかに行っちゃったらある程度決まっちゃうじゃん多分いや分かんないけどさ分かんないけどさ <laughs> 分かんないけどさどうしたらいいのかなそういう時な特に何も。 その知らなくて知らない時ってさどうすればいいのかなどうやって決めました皆さん大学ってどうしよう一緒だろう確かにいや一緒だろう <laughs> 一緒アイ二十八28歳までずっと生涯アイドルをしたいと思います社会学部的なとこでいいや何を勉強するのそこって社会のことを勉強するの社会学部 好きなことやまあ好きなことやるのが一番ですよね好きなことまあ寝ることかな <laughs> 寝る、ね、寝る大学とかないかな睡眠大学みたいな <laughs> とりあえず東京で出たかったらねまあ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 ,まあ、まあ、そういうあれもあるよねうんう二27日にさ27日にさ 三三だよね三者そこでその洗濯洗濯をしないといけないんですよあのコースの難しいですね睡眠内科の指摘な卒業できそう負けないぞ負けないぞ 文系進みたい理系うんでもいやの理系なんか頭こんがらがりそうだから文系かなどどっちかというとね点数で言ったら理系の方が点数高いんですけどでも文系の方が好きなので <laughs> そうテストの点数で言ったら理系に進まないといけないけどでも 好きあの好きというかやりやすいのは文系なので文系かな経済・経済学部も先の範囲は広いんちゃう経済・経営学部経営か経済・経営経営って将来社長になりたい人ですか将来 <laughs> 社長あ社長になりたいからな経営学部になろうかな私もそれを高校は理系だったけど 大学は分岐受けたおーオッケーなんだそういうのも難しいんですよねもうどうしたらいいか分かんないキャロンちゃんの将来不安だよ助けて <laughs> 助けてみんなとりあえず大学は行っときたいいい感じのとこに <laughs> いい感じのとこに教育いやでも多分先生とか向いてないと思うんだよな 屋根が教えられること何があるんだろう文系の数学は略称でした文系の数学ってどんな数学やろうな今なら福祉系かな福祉系なんだそれは福祉系何それ何それ理系は潰しが効きますよ やっぱそうなのかなでもさヘロの理なんか知ってないけどさ勘が当たるだけで得意なわけじゃないんですよだからどっちかというと文献の方が得意っちゃ得意なんですけど文章を読むの好きだしどうしようね迷っちゃう将来がどうしたらいいのでしょうかヘロンちゃんは まあ27日にね先生に相談していきます私はどうしたらいいのでしょうか先生人生相談ですこの先どうなら楽ですかそんなの誰にも分かりはしないよなんて言われますかはあこの歌を歌っていきます子供が歌う人だから保育課で、まあ、あのちっちゃい子好きですけど でもババーって言われるの嫌なんで嫌ですお父 <laughs> <laughs> から女いたらうんうん狭まっちゃうじゃん <laughs> いや分かんないけどさ分かんないんだけどさどうしたらいいの なんか将来が広がっ、将来のなんか道が広がって。結構何にでも、その潰しがき、きけて。ある程度。その両立やりやすいみたいな。そういうところに行きたい。<laughs> そういうところに行きたい。 シーラーカンスのタイプシーラーカンスのタイプ言われたけど <laughs> ねあのひろちゃんがババアならワイラは生きたかすぎやけど <laughs> ババアって言われたことあるからなちっちゃい子にあの高一の冬ぐらいになんかちっちゃい子に教えようみたいなちっちゃい子にドッチボールの仕方とか教えようって言われて「<laughs> ババア!」って言われました 悲しかったです <laughs> あもうババアだけなんだなと思いながら <laughs> いやうちはババアなんだと思いながらちょっと落ち込んでました <laughs> D 組全員爆笑してました <laughs> でその後将来何になりたいのって言って AKB になるのって言ってる子がちょっとほっこりしてましたでニコニコしながらちょっとしょぼんとしてたけどニコニコしながらその子のおかげでね ニコニコしながら続きしてました <laughs> ペペって言われてちょっとしょぼんってしてたけど将来イケミになるのって言ってる子がいてニコニコしてましたね可愛くない超可愛い,いんだけどなんかいいよねちっちゃい子って可愛いし <laughs> 将来あ日記なんかいいねかろうかな <laughs> 可愛くないめっちゃ可愛何ないか何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 かに入るも何か踊ってた超可愛い何か可愛いか何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 ないか何ん何か何かなかか何か何かか ミッキーの中ってーミッキーはいるよ何言ってるの <laughs> 何言ってるのかな何を言っていらっしゃるのかしらわからないですけれどもね,ね <laughs> はいでは皆様、えー、1時間弱皆様ありがとうございましたということでランキング発表のしたいと。 学校や頑張ろう明日から楽しい楽しい学校が始まります。皆さんも楽しい楽しいお仕事頑張ってください。ランキング発表をしたいと思います。十三歳、小林さん、ありがとうございます。十二位、エイニャンさん、ありがとうございます。十0位、たくまさん、ありがとうございます。十一位、スカンクワークスさん、ありがとうございます。9位、ハウスさん、ありがとうございます。6位、夢子部長さん、ありがとうございます。7位、カリさん、ありがとうございます。6エンドさん、ありがとうございます。 おいケントロエさんありがとうございます。よいクワロカギシロさんありがとうございます。さいんこさんありがとうございます。さいんたけさんありがとうございます。そして一はあーちゃんですあ,んありがとうございます。あちゃんありがとうございます。ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっと登録もっと言ってください行きますよもっともっとくもっとありがとうございます。ありがとう元気を届けます。広島県から来ました。十六歳ののんこと奥本ひらんです。よろしくお願いします。 イエありがとうございます。はい。ということで、皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。今日で90日ということで、あっという間のあっという間でしたけれども、ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0。アデュー。バイバーイ。いい夢見るよん。